エイドリアン・カイバン・パスダーは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督。マサチューセッツ州ピッツフィールドにて、フィラデルフィアで開業をしているイランからの移民である、心臓外科医の父と、ドイツ系ニヒスベルク出身の母のもとに生まれる。高校時代に、劇団ピープルズ、ライトシアターカンパニーに所属した。フロリダ大学に入学したばかりの頃自動車事故に遭い、足と顔を負傷し、 理学療法を受けながら車椅子で数ヶ月過ごした。そして本格的に俳優を目指すため大学を中退した。ピープルズライトシアターカンパニーでは音響や照明を扱っていたが道具のセット中に左手の親指を切断する事故にあった。初出演作品は19歳の時にオーディションで合格したトップガンのチッパー役。1996年より テレビにも多く出演し、人気シリーズ、ヒーローズではレギュラーで出演している。自身の監督作品、セメントは2000年のヒューストン国際映画祭、グランドレミ賞にノミネートされた。2000年、リクシーチックスのリードシンガー、ナダリー・メインズと結婚。二人の間には子供が二人いる。ありがとうございます。